科学からの招待状、新世代の有機合成。歴史と現状では現代の工業生産に不可欠な有機触媒について紐解いていきます。私たちの生活を支えるさまざまな薬品や材料の世界では、新たな触媒の開発が製品の飛躍的発展に直結しています。三重学習センター所長の清水誠先生が触媒の概念と歴史をキーパーソンをたどりながら分かりやすく解説していきます。現在有機分子触媒はここ20年間非常に急速に発展してきました。さらに触媒を知る上で欠かせない酸、塩基、キラル分子の作り分けなど、有機合成にまつわる最先端の知を網羅的にお伝えします。放送はご覧の日時です。